どうも、マルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、ということで、2016年8月25日でございます。本日アップデートされました、星見る海底神殿。まずは、通常のね、25回までの、動画はが上がってますが、海底神殿、今回、超級まであるということで、超級の最上階、25階にあります、海王神。ここの超級初チャレンジ動画、まず作っていきたいと思います。道具は、まあ、とりあえずこんな感じで、食べ物がこんな感じでいきたいと思います。装備は私はこんな感じ。ちょっとね、いいのかどうかはあんまり分かってません。行きましょう。まあ、もうなんかね、魔王級クリア者が いるとかっていうぐらいですから、まあ、今更の超級動画でございますが、まずは初見プレイやっていきたいと思います。またね、この後、報酬一覧とかね、改めて超級のものも含めて全て確認できればと思います。行きましょう。よろしゅう。さあ、どんな戦いが待っているか。一応装備はね、三河市メインで、混乱と一応麻痺、の方を、体制で持ってきてます。あとは、まあ、ルビ盾とかでね、なんか CT 現象カードが、大変だとかっていうね、話もあったりしてましたが、なんか、眠り対戦も必要とかっていう話がありましたけど、眠りも必要なんですかね。ちょっと全く分かってませんが。さあ、スラキャンサーがなんか道中で麻痺打ってくるのかな。このビリビリハサミか。これ食らっちゃうと麻痺っちゃうんだ。まあでも道中麻痺ってもなんとかなるんか。ブシャー、凍える吹雪。これなんだ、凍える吹雪何で耐性できてんだろう。今ダメ、あれか、食べ物か。食べ物があれだ。フルーツかき氷持ってきてるから、それで耐性できてんだね。なるほど。まあまあまあ、ダメージ的にはそこまでって感じだから、とりあえずは大丈夫なんだろうね。ブシャ。結構痛い。あ、ビリビリハサミ来ちゃうね。ブシャン、いいね。麻痺なかった。さあ、ギガ袖。抜いていく。いいね。で、今回私、バトマスであれなんですよね。ルビヒカとかを持ってきてるんで、回復がね、ペホイミとルビタテしかないんですよね。これで回復足りるんでしょうか。まあまあ、超級だから大丈夫でしょう。超級だからっていうのもおかしいですけど。ペホイミで回復していきましょう。さあ、キャプテンクローが来ますよ。ホイミ入る。ミラクル騒動。さあ、まどろみ切り。おお、なんだなんだ、今のは何だったんだ。チャークラで戻っていく。まどろみ切りってあれなんじゃないの、幻惑なのかな。あ、眠りなんだ。なるほどね。道中眠りが大変だ、これしょぼん。これ眠りあれだな、持ってきてないな。何も超真空波はバギー系かな。ちょっとルビ立て間に合うか。よっしゃ。あ、だ、黒船さんにこれ特約投げときたかった。間に合わんかった。結構痛い。バギーだね。あれは。超真空波は。まあ、そのまんまですけど。葉っぱで戻っていく。ルビヒカはどうだ、抜群。ギガソウ。ギガソウは通常倍率。水星蹴り。いいね。道中ね、やられちゃうぐらいね、眠りも危ないですね、超級は。大変だな、対戦いろいろと。ま、今んとこ麻痺、眠り。さあ、ボス戦、来ました、海王神。海王神。ちょっと回復優先でいきたいかな。一応、初見なんでね。念のため回復優先で。まあ、言うてもバトマスのベホイミですからね、大した回復しないでしょうけど。さあ、カラクリが来て、このカラクリは何なんだ。あ、守備力がかなり下がった。なんかやってきたな、これ。さあ、怒っていく。これもう怒っちゃっていいんだ。じゃあ、俺も怒ろう。どっちにしろもうね、回復も大したあれでしょうから。通常攻撃。カラクリ結界。あ、これ道具封印だ。道具封印された。これ道具封印あるんだったら、微妙だったな、怒ったの。メダパーニャも来るぞ、これ。レップ風山。うい、一気に削れた。コポコポ、なんだろう。コポコポなんだろう。メダパーニャ、受けたくないね。さあ、メダパーニャ。よしよし、ミスった。
あれゲージ割り大丈夫なんかな。あ、ゲージ割りは毎回からくりか。ガチャン、ガチャンがなんかガチャンが危ないとかって聞いてたけど、あ、ガードなの、ガード無理やわ今。じゃあもうガチャンの後でなんかでかいの来んのかな。これじゃあもう砲撃が飛んでくるみたいな話だったな、そういえばさっき。これは俺はもう死ぬ確定かもしれん。いけー。あ、俺怒りちょうど切れてた。え、なんかメイルストロームとか来るぞ。これ俺なんかぶっ放しすぎか。連続呪文なんか来ないぞ。この来ないでぶち抜けそうだぞこれ。いけいけ。おお、いったいった。なんかこれは本来来るはずの AI をゲージ抜きまくってってパスした感じですね。だから本来であればあの気をつけなきゃいけないところをちょっと今回は力押ししてしまったっていう感じでしょう。さあ経験は1400。おお、金箱金箱金箱。おお、神兵鎧とかも出るんだね、大麻とかも。ということで超級初見ノーデスではなかった。ノーデスにはならんかったけど、まあ初見プレイという状況でございまして、まあなんか要素としてはね伝わったかなっていう感じでしょうか。そして報酬一覧を見てみましょうか。まず星見る海底神殿は、まあここは一応ね、報酬一覧一度見ましたが、あ、ここ見てないか、あれあれ、ここ見たよね、あれ。これブライの奇跡っていうのも出るんだね、通常のあの一番下のところでも。それ知らんかった。この中入った時か、あ、ここで報酬見るか、そうかそうか、ここで報酬見ると、これ超級の報酬ですね、ずらっと見れるのが。でここでも海底神殿宝物庫の鍵とかね、出るみたいですよ。で今回海底神殿宝物庫でゲットできる新スキルが結構ねやっぱ量あるみたいで、いろいろとねそこも最終的に全部取れたらまとめようかなと思ってますが、これだ、最後メイルストローム。あれ今あの海王神が使おうとしてたやつだね、バギー属性の上級攻撃呪文ってことだんで、おそらくあれですよね、バギークロスか、バギークロス、バギーマーターが今んとこバギー系では、攻撃呪文出てますが、それのさらに上を行くんでしょうね、このメイルストロームってやつがね。どれくらいの火力かちょっとわかりませんが。そして海王神の、海王神の鍵か、これが魔王級チャレンジ鍵みたいでございます。あとこれね、一番上に超級入るとこれ、大麻のお守りっていうのももらえるんだね。これ大麻のお守り詳細あれだ、呪いガードとかなんかついてたんですけどね、ちょっとアクセ見てみましょうか。これか、呪いガード弱と封印ガード弱が大麻のお守りにはついてるみたいでございます。まあ、これで大体の内容は見れた感じなんですかね。まあ、あとはその、宝物庫のスキルか、が全部で7種類だっけな、7種類ぐらいあるんですよね。新スキルがヘナトス、出力の目が、あ、水が目、これはあの報酬のところに出てたやつですね。であとクラゲの舞、メダパーニャは道中で取れる、あ、道中っていうか、クリア報酬で取れるやつかな。であとシャナク、マホリ、ダークマッシャー、ダークスパイク、そして最後のメイルストロームというのが今回の海底神殿で実装された新スキルの全部みたいですね。なので 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個だね。でそのうち鉱物庫から出るやつが7個っていう感じだと思います。メイルストロムと、メダパーニャはダンジョンクリア報酬というような感じでしょう。ということでね、マシンスキル、いろいろとね、ヘナトスがまあ一番今期待値が高そうな感じですけど、封印をね解く、マホリーとかね、新たなこう解除呪文というかね、補助呪文も実装されたようで、今後が楽しみでございます。ということでございまして、今回は超級海王神クリア動画でございました。何かね、今後攻略要素のある動画もね、上げていきたいと思いますので、その際にはまた見ていただければと思います。ということで今回の動画はここまででございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ということで現在マルベルチャンネルではゲームウォレットバイマルベルチャンネルプレゼント企画第2弾を実施中でございます。 iOS 限定でアプリ内課金の 5% がキャッシュバックされるサービスゲームウォレット、そのコンテンツ内で使えるゲームウォレットコイン100円分を今回はなんと応募者全員に視聴者プレゼントさせていただいております。応募期間は2016年8月の4日から8月31日水曜日23時59分まで、動画の概要欄にあります応募リンクからアクセスしていただき
会員登録を行っていただくだけで応募は完了となります。プレゼントの応募自体は iOS、Android に関わらず応募できますのでご安心ください。またすでに会員登録済みの方でも応募リンクからログインさえしていただければプレゼントの応募が完了いたしますので、この機会に皆さんぜひプレゼント企画に参加してみてください。ゲームウォレットについての簡単な説明をさせていただくと、アプリ内での課金額に対して 5% がコインとしてキャッシュバックされるサービスなんですが、コインの反映には3日から最大7日ほどかかりますのでご注意ください。利用方法は簡単で、ゲームウォレットのサイトから対象のアプリをお気に入り登録し、登録したアプリのアイコンをタップすると対象アプリの Apple Store の画面が開くので、そこからゲームにログインし課金を行うだけの仕組みになっています。Apple Store からのアクセスが必要になるため iOS 限定のサービスなのでご注意ください。ということで、このゲームウォレットさんのサービスを使ってせっかく課金するのであれば少しでもお得にガチャチャレンジしてもらえればと思います。最後に、この動画が良かったと思う方はぜひグッドボタンを、チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。